はい、皆さんお久しぶり、1週間ぶりです。エミです。はい、今日はこんな感じでテンションがちょっと上がってます。なんでかって言ったら、さっきちょっと買い物をしてきました。ずっと欲しかったものを買ってきました。ちょっと早速見せます。そう、私が欲しかったものはダダン、この DJI ポケット2です。GoPro みたいなやつなんですけど、この私自然が大好きなんで、これでたくさん自然とかハイキング、これから行く綺麗な場所をたくさん撮っていきたいなと思って買ってきました。イエーイ。これからは iPhone くんとこの DJI くんと3人で頑張っていきたいと思うんで、皆さんこれからもよろしくお願いします。はい、じゃあ今日が1月21日の土曜日なんですけど、明日が日曜日なんで、ちょっと1日空いてるんで、これ持ってどっか行きたいと思います。皆さん、次どこに行ってるでしょうか？行ってきまーす。おはようございます。行ってきまーす。行こう。今から初一人ハイキングに行ってきます。この DJI ちゃんを初めて使う場所はさあどこでしょうか。家からトラム乗ってフーブスブルーシーっていう結構高いところにやってきました。ちょっと雨が降ってるんですけど、行きたかったので、お天気結構で行ってきます。レッツゴー。ちょっと雨がやばくなってきました。どっちだろう、こっちか。このアップルウォッチちゃんが教えてくれます。さすが iPhone、 さすがアップル先生ですね。アップルに任せたら間違いないです。このレインコートは、日本でお母さんに、多分しか高校生ぐらいの時に自転車通学してて買ってもらったやつなんですけど、ついに着る機会が出てきました。日本だったらあんまこうレインコートつけないというか、もうみんな傘差しちゃうんで、レインコートはあんまり登場する機会がないんで、ヨーロッパで着れるのがすごい嬉しいです。あったかくてめっちゃ可愛い。じゃあ頑張って登っていこう。
っとずつ昨日の雪が見えてきました。雨降ってだいぶ溶けてるみたいだけど、まだちょっと上に行けば行くほど雪が残ってます。来週の土曜日か日曜日も雪が降るみたいなんで、冬の日に来てみようかなと思います。最後の雪かもしれないし。なんかハンガリーも10年前、20年前ぐらいまでは雪が結構積もってたりしたらしいんですけど、もう積もんないみたいで、地球温暖化が進んでるみたいです。あ、鳥の鳴き声がすごい綺麗で癒されます。厚着かな、ん？薄着かなって思ったんですけど、なんか汗かいてきちゃいました。こっちかな。雪が、雪がほんのり、ほんのり残ってて、綺麗ですね。着いたー。これ滑ったら終わりだ。誰もいないし、これ後ろ滑ったら終わりだよ。気をつけて、気をつけて。あ、もうすぐそこ。もう氷あるし、これ絶対滑りそう。怖い。あ、すごい。待って、めっちゃ綺麗だ。やばい、やばい、これはやばい。めっちゃ綺麗。やばい、誰もいないし。わーお、ちょっとすごいとこ来たんじゃない？ちょっとすごいところを見つけました。伝わるかな。こんな感じ。到着しました。今日のハイキングコース、雨で霧もあってちょっとぐちゃぐちゃだったんですけど、無事に到着しました。めっちゃくちゃ綺麗です。やばい、こういうハイキングスポットがハンガリーブダペストにいっぱいあるみたいで、もうもっとたくさんたくさん見に行きたいです。家からだいたい1時間半ぐらいで多分着いたと思います。1時間半かかってないぐらいだと思います。わー
かったらもっと綺麗だと思うんですけど、これもめっちゃ好きです。なんか大分県の湯布岳を思い出します。小学生ぐらいの時におじいちゃんおばあちゃんと行った時にこんな感じでもわーっとなんか冷たい空気の中こうやって山を見たのを思い出しました。わーすごい。やばいです。 iPhone がこの高さから落ちちゃいました。ごめんね。大丈夫かな。今迎えに行きます。大丈夫なことを願って。私の iPhone ちゃん、すごい、まだ頑張ってる。あなた、もうごめんなさい、本当に。すごい。あの高さから落ちて、まだ動画撮ってる、この子。働き者だわ。見習おう。やばいよ、これ。これだって、この高さから。よいしょ。ここから落ちた。ごめんなさい。あんなに大事にするって言ったのに。ちょっとまだ操作が慣れないんだけど。もうごめんね。無傷だ。すごい。そんなに硬いわけじゃないけど、でも地面に落ちてよくぞご無事で、しかも動画も撮りっぱなしで。ごめんね。本当にこれ2回目だよね。3回目は絶対ないって思う。3回目は絶対ないです。絶対にしない。本当に帰ったら大事に拭いて充電します。ごめんなさい。ちょっとそろそろ帰れってことかな。名残惜しいけどちょっとまた来たいと思います。本当に素敵だった、ここ。
腕がルフィみたいに伸びたらいいな。バス乗りたいと思います。どこだろう、バスって。帰ってきました。10時ぐらい寝て、今1時半ぐらいなんで、3時間半ぐらいで帰ってこれました。すごい。本当日曜日しか今休みないんですけど、こうやってサクッとそんなに気合い入れずにハイキング行けるんで、またたくさんハイキング行っていきたいと思います。あ、今日はちょっとお風呂入ってゆっくりします。じゃあまたねー。